ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今後はこの地域では大きな地震に気をつけた方が良いと思うな。え、その地域ってどこなの？それは沖縄県周辺だな。そうなの。でも、少し前に沖縄県付近で大きな地震が起きたから、気になるところだよね。まさにその通りだぜ。それじゃ、今回は沖縄県で危惧されている地震についていろいろと話をしていこう。よろしく。まず、沖縄県で巨大地震を引き起こす可能性が高いと言われている、琉球海溝について話をしていこう。ほうほう、琉球海溝ね、初めて聞いたけど一体どんな海溝なの？琉球海溝は南西諸島の東方に分布している、フィリピン海プレート西縁に位置する海溝のことだな。別名、南西諸島海溝とも呼ばれているぜ。なるほどね。また、琉球海溝は、観測点が不十分なためまだまだ研究が進んでおらず、地震を引き起こすプレートの固着域が、どこからどこまで広がっているのかが明らかになっていない場所なんだ。そうだったの。地震大国である日本ならその点の研究は進んでいると思っていたわ。まあ、確かに日本の地震に対する研究は進んでいるけど、琉球海溝で発生した地震に関する、記録が少ないことから色々とわかっていないことが多い状態なんだぜ。なるほどね。ただし、琉球海溝で発生した詳細な地震は明らかになっていないとは言っても、これまでに何度も巨大地震が起きてきたことが明らかになっているぜ。そうなの、過去にはどんな地震が発生していたのかしら？具体的に言うと、琉球海溝ではマグニチュード8クラスの地震が過去に発生しているんだけど、他の海溝と同じように数千年に一度の間隔で、マグニチュード9クラスの超巨大地震が発生する可能性があると指摘されているんだ。マグニチュード9ってかなり強力な地震だね。そうだな。ただ、このマグニチュード9クラスの地震に関しては先ほども言ったように、資料が少ないことから、発生する周期などがわからない状態となっているんだ。なるほどね。でも資料が少ないとは言っても完全にわからないわけではないんでしょ？もちろんそうだぜ。琉球海溝では1911年に、大きな地震が発生した記録が残っているんだ。この地震は一般的に喜界島地震と呼ばれる地震で、鹿児島県の喜界島南方で発生した、マグニチュード8クラスの巨大地震なんだ。そして、この地震では最大で10メートル近い津波が喜界島などに押し寄せたと考えられており、奄美大島でも5メートル以上の津波の痕跡が残されているんだぜ。津波の高さがかなり高いわね。そうだな、この喜界島地震が現在の記録に残されている地震としては、最大規模のものとして考えられているんだけど、過去にはこれよりもさらに巨大な地震が、発生していた可能性が高いと言われているんだぜ。確かにその可能性はありそうな感じね。また、琉球海溝は地震学的に見ても、非常に謎の多い地域だと考えられているんだ。どんな感じで謎が多いと考えられているの？いろいろと理由はあるんだけど、琉球海溝では他の海溝に比べて、極端に巨大地震の記録が少ないにもかかわらず、南西部にある先島諸島では、巨大な津波によって甚大な被害を受けた痕跡が見つかっているんだぜ。なるほどね。話をまとめると琉球海溝では、巨大地震の記録はあまり残っていないけど、過去には巨大地震が発生していた痕跡がしっかりと残されているのね。まさにその通りだぜ。また、琉球海溝の地震として考えられている、1771年の八重山地震津波は、マグニチュード 7.4 と推定されているけど、津波堆積物の調査を行うと、石垣島から宮古島付近まで、高さ20メートル近い津波が襲っていた可能性が高いんだぜ。え、20メートルの津波ってさすがに高すぎるでしょ。実はそうなんだ。先ほども言ったように八重山地震の規模はマグニチュード 7.4 だからな。つまり、マグニチュード 7.4 の地震で、20メートルの津波が来ることなんておかしいってことだね。まさにその通りだぜ。ただ、近年では、徐々に琉球海溝における津波の堆積物の調査やトレンチ調査が行われ、約150年から400年という間隔で、繰り返し巨大地震が発生している可能性が、高いと言われるようになったんだ。ほうほう、ある程度の周期は分かってきているんだね。だけどこの周期に関しては、他の海溝に比べると情報量が少ないとの指摘が入っているんだ。なんとなく周期が分かっていても専門家から見れば、いや、情報が少ないでしょ、という話になってくるのね。そうだぜ。それで、琉球海溝において1771年に発生した八重山地震のような、巨大津波を伴う地震に関しては、約600年に一度の周期で発生すると考えられているぜ。なるほどね。でもその周期をもとに考えると、しばらくは巨大津波を伴う地震が発生するとは思えないわね。いや、それがそうでもないんだ。具体的に言うと、琉球海溝はまだ調査が進んでいない海溝である上に、地震の周期に関しても何とも言えないところがあるからな。
そうね、地震は自然のことだから、そもそも周期が役に立つのかと言われたら何とも言えないしね。そうだぜ、また、琉球海溝ではスロースリップ現象と地殻変動の両方が起きているので、調査が難しいとする考え方もあるみたいだぜ。なるほどね、それでスロースリップ現象というのは一体何なの？スロースリップ現象というのは数ヶ月以上の長い時間をかけて、ゆっくりと岩盤がずれて動くことを指すんだぜ。ゆっくり動くのなら大して問題はないんじゃないの？まあ、過去の研究者たちはスロースリップ現象についてそう考えていたんだけど、近年の研究では、少し考え方が変わってきているんだ。え、そうなの？その点は後ほど解説するとして、スロースリップ現象は人間には感知できないと言われているんだぜ。なんとも複雑な海溝だね。まあ、それが琉球海溝だからな。今後の調査を期待したいところだけど、わからないことが多いからこそできる対策は行っておこうぜ。わかったわ。それで、先ほど登場したスロースリップ現象なんだけど、これは琉球海溝だけではなく、南海トラフでも起きている現象なの？もちろん起きているぜ。そうなのね、できれば起きてほしくない現象なんでしょ。そうだな、南海トラフとスロースリップ現象については、巨大地震の長期的な前兆であると考えられているからな。え、そうなの。具体的に言うと、南海トラフではこれまでに4回のスロースリップ現象が発生しているぜ。え、ということはもう地震が間近に迫っているということじゃないのよ。残念ながらそういうことになってしまうんだ。例えば2011年の東北地方太平洋沖地震が。ちょっと待って、東北地方太平洋沖地震ってことは、東日本大震災の地震のことね。そうだぜ、この地震が発生する約2ヶ月も前から、スロースリップ現象が起きていたことがわかっているんだ。まさに大地震が起こる前兆というわけね。だから、専門家はこのスロースリップ現象が、巨大地震の発生と関係があるのではないかと考えている。でも、スロースリップ現象はゆっくりと動いているのに、どうして地震が起こってしまうの？スロースリップ現象が起こっているところでは、当然歪みが解消されていると考えられているんだが、スロースリップ現象を引き起こしている領域の周辺では、逆に歪みが蓄積されていると考えられているからだな。つまり解放と同時に蓄積もされているということ？なんかすごいわね。もう少し具体的に言うと、スロースリップ現象を発生させるのは比較的深い場所であるため、浅いところにある、巨大地震を発生させる周域の固着域と呼ばれるところに歪みを移す働きがあるのではないかと考えられているんだ。ゆっくりとじわじわ力を移すなんて、なんだか恐ろしいわね。大きなスロースリップ現象が起きてしまった場合、解消していると考えるのはまずい考え方で、逆に巨大地震を起こす歪みを蓄積していると考える方が、正しいというのが最近の考え方みたいだな。なるほどね、研究が進むにつれて昔の考え方はどんどん変わってくることになるのね。まさにその通りだぜ。また、さらに少し大規模な地震が発生した後に、スロースリップ現象の発生域が徐々に広がってしまい、最終的に巨大地震が発生するパターンもあるから、注意が必要なんだ。そうだったのね、スロースリップ現象、想像よりもかなりヤバい現象なのね。また、スロースリップ現象は気象庁の南海トラフ巨大地震に関する臨時情報を、発表する一つの指標としても使われているんだ。気象庁まで注視しているんだね。そうだぜ、その他にも、気象庁は南海トラフ巨大地震の想定震源域のプレート境界面で、通常とは異なるスロースリップ現象が発生した可能性が疑われる場合に、臨時情報が発表されるんだ。つまり、スロースリップ現象はかなり信憑度が高い情報ということなのね。そのため、多くの研究者はこのスロースリップ現象を詳しく調査することで、将来発生する巨大地震の予測をする手がかりになるのではと考えているみたいだな。なるほどね、スロースリップ現象は気になるから私の方でもじっくり勉強してみるわ。ぜひともそうしてくれ。まあ、私はスロースリップ現象などについて知ることも大切だけど、日本はいろんなところに断層があるから、日頃から地震に備えるということが一番大事だと思うぜ。その通りね、油断大敵というわけね。さて、ここまでは琉球海溝とスロースリップ現象について話をしたけど、霊夢はこの話を聞いてあることを思わないか？やっぱり日本は地震大国だと改めて思ったわ。まさにそれだな。それで、前から聞こうと思っていたけど、日本はどうしてこんなに地震が多いの？それにはいろいろと理由があるけど、一番の理由は日本列島が、それぞれのプレートの上に存在するからだぜ。ほうほう。では、そのことを話す前に、まずは衝突境界の話をしていくことにするぜ。衝突境界って初めて聞いたわね。具体的に言うと、まず基本知識として大陸は動いているんだ。そして、大陸が正面から衝突する、詳しく言うとインドプレートとユーラシアプレートが、ぶつかった結果としてできたのがヒマラヤ山脈なんだ。
そうなんだ、あの巨大な山脈は大陸の衝突によってできたんだね。となると、自然は莫大な力を持ってるわけだね。それは間違いないな。そして、沈み込み型の境界とは、海洋側プレートと大陸側のプレートがあるところで発生するんだ。ほうほう、じゃあ日本もこれに近いのかな。そうだな、太平洋側はまさにその考えでいいんだけど、注目してほしいのは、大陸側のプレートと海洋側のプレートでは、海洋側の方が冷たく重いことだぜ。なるほど、それで大陸側のプレートに海洋側のプレートが潜り込んじゃうわけね。その通り、そのため最終的には海洋側のプレートは沈み込んでいって、マントルに回収されてしまうと考えられているんだぜ。そしてプレートの境界は海溝となるのが一般的だな。なるほどね、日本海溝やマリアナ海溝はこうやってできたわけなんだね。そうだぜ、また、この沈み込む時にできる歪みが戻ることで起きる地震が、いわゆる海溝型地震というやつなんだ。海溝型地震は聞いたことがあるわね。また世界の地震分布、火山分布を見ると、基本的にはプレート周辺で発生しているんだが、日本列島でいうと沈み込み境界と衝突境界の二つの境界が、複数存在しているというのが特徴になるぜ。なるほどね。ちなみにこの二つ以上も存在しているというのは、世界的にも非常に珍しいんだ。おかげというと変な話だけど、それで日本はとても地震が多いわけね。また、これは余談だけど日本は阪神淡路大震災まで大きな地震がなく、長期間大きな地震が起きることはなかったんだ。え、そうなの、まさに嵐の前のなんとやらという感じね。その表現が正しいだろうな。それで阪神淡路大震災はまさに日本の地震の転換点であって、今後は大きな地震や噴火が多発すると専門家は考えているんだぜ。このまま静かなままでいてほしかったけど、まあ、そんなに甘くはないわよね。そうだな、また、過去の南海トラフ地震が発生するまでには、中国地方で地震が活発になる傾向があると言われているぜ。え、そうなの。じゃあ、中国地方で地震が活発に発生していたら、南海トラフ地震を警戒した方がいいのね。まさにその通りだぜ。それに、一説によると琉球海溝で巨大地震が発生すると、南海トラフ地震を誘発すると言われている。え、そうなの、さすがにそれは勘弁してほしいわね。まあ、あくまでも一説に過ぎないので何とも言えないところではあるんだけど、仮に琉球海溝における地震が南海トラフ地震を誘発すると、西日本全域がとんでもないことになるそうだぜ。まさに一番起きてほしくない地震の想定だね。そうだな、だからこそ、日頃から地震対策を行っておくことが大事なんだ。わかったわ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。